高校粘膜は、口の内側にある粘膜で、高校上皮と呼ばれる、重層扁平上皮と、粘膜固有層と呼ばれる結合組織から構成される。高校は、個人の健康状態を映す鏡と呼ばれることもある。病気を示す変化は、高校粘膜の変化として現れ、糖尿病やビタミン欠乏等の全身状態、または、 慢性的なタバコやアルコール摂取による局所的影響を明らかにする可能性がある。機能と組織学の観点から、高校粘膜は次の3つに分類することができる。スキーマティックイラストレーションオブザレイヤーズファウンドイン、カラトナイズドオーラルムコサザットインクルード、エーディーパーラミナプロプリア、アンドベースメントメンブレイン、ビトウィーン,アンドスーパーアフィシャルレイヤーズオブストレイファイド。 スクワマス。エピシリウムザット、インクルードフロムディーペストツーモーストスーパーフィシャル、1、ストレータムバザル2、ストレータムスピノッサム3、ストレータムグラニュオサム4、ストレータムコーニウム高校粘膜は、上層の重層変平上皮と下層の粘膜固有層という2つの層からなる。ケラチン化した高校粘膜では、上皮は以下の四層からなる。ケラチン化していない。 口腔粘膜では、深い二つの層は同じだが、外側の二層は、中間層及び表層と呼ばれる。口内の位置に応じて、上皮は、ケラチン化されていたり、いなかったりする。ケラチン化されていない、扁平上皮は軟口蓋、唇内側、頬内側、口底、下の腹側等を覆っている。ケラチン化された扁平上皮は、歯肉、口腔外。 下の配側等に存在する。ケラチン化は、角質を形成するために、下流層中のケラチノサイトが死んだ、表面細胞に細胞分化することである。基底層に存在する線グ細胞が、表層に移動し、細胞分化が完結する。ケラチン化された上皮と異なり、ケラチン化されていない上皮は表層を持たない。しかし、摩擦や、 科学的損傷への応答として、ケラチン化されることがあり、この場合は化学化となる。この化学化は、通常は、ケラチン化されない方粘膜において、硬化した組織である白線が形成される際に起こる。特に、ブラキシズムの習慣がある患者では、白線の範囲が広くなる。ケラチン化された組織も化学化することがある。過剰量のケラチンは、 その部位への慢性的な物理的損傷により引き起こされる。この傷が治ると価格化のような変化は収まるが、組織からゲラチンが消失するには時間を要する。そのため、悪性の変化かどうかを確かめるため、特に癌の可能性が高い場合には、生体組織診断と発火した組織の顕微鏡観察が行われる。価格化組織は、 喫煙の熱や航行の熱熱や外い液体とも関連がある粘膜固有層は、I 型コラーゲン、3型コラーゲン及びエラスチン繊維からなる繊維上結合組織層である。粘膜固有層の主要な細胞は、繊維目細胞であり、繊維及び細胞外マトリックスの生成に関わっている。粘膜固有層は、 他のすべての結合組織と同様に、乳頭層と緻密層の二つの層を持つ。乳頭層は、粘膜固有層のより表面の層である。緩い結合組織と、血管、神経組織からなる。組織は、頭領の線に、細胞、細胞間物質を含む。緻密層は、粘膜固有層のより深部の層である。 密な結合組織と大量の繊維からなる。乳頭層とより深い層の間には、毛細血管網があり、粘膜のすべての層に栄養を供給している。高校内の部位によって、緻密層のさらに下に、粘膜下層がある場合もある。粘膜下層は、緩い結合組織からなり、脂肪組織や唾液腺また骨や筋肉を含む場合もある。 ケラチン化されていない組織には、フォアダイスが存在することもある。これらは、粘膜の表面上の小さく黄色い粒気として見え、毛包に付随する、粘膜下層の皮脂腺からの皮脂の沈着が原因である。規定膜は、高校上皮と粘膜固有層の境界にあり、上皮や神秘に似ている。保護、感覚、分泌、熱の調整がある。ありがとうございます。